YouTube チャンネル。1、2、3、4。よろしくお願いしますわ。続いて悲壮タイムです。1号車鈴木清 3.35、 2号車田中茂 3.32、 3号車篠原敦 3.30、 4号車佐々木慶 3.29。さあ、行くぞ。オー。今日の全レースの中で唯一のオール40代レーサーによる戦いとなりました。初日のレジェンド選抜、人気は高橋から3番篠原、4番佐々木、8番の若い。ブルーランプが消えています。スタート3秒前、12レース、レジェンド選抜ファーストスタートしました。大外若い好スタートを切った。若いが好スタート、思想タイム28、若い外から降りられるかどうか。6番の高橋はスタート劣勢だ。まず1番の鈴木吉が行って若いに待って、川口勢が先頭に待って、さあ若いが外から一気に行く。ここでまくり切った8番の若いともかす、燃える闘魂が先頭にあります。1番の鈴木吉と待って、内から篠原が捉えていく。1コーナー、21コーナーで篠原が2番手上がりました。鈴木吉が3番手交代、中段に7番の松尾ちょっとぶれている。内に田中茂、外からかわして6番の高橋が追撃態勢か。4番手へと上がりました。その後に7番の松尾、そして5番坂戸、4番の佐々木、2番の田中正候補。残り4周切りました。若井が速攻決めて先頭、思想タイムは28をマークしている。8番の若井が先頭となればこれは押し切り濃厚か。3番の篠原が2番手、そして6番の高橋光が3番手、篠原の後ろ接近する6番の高橋、2番手は見えてきました。残りは3周回、その高橋の後ろからは思想タイムは33と劣勢ならも松尾が追い込んできています。現在4番手、さあ高橋が篠原のインコース覗きますが、篠原が粘っています。2番手キープする3番の篠原、6番高橋3番手、そこに松尾が接近。残り2周となりました。若井は完全に一人旅、独走となった2番手の末が焦点です。3番篠原粘る、外から開ける高橋がまくり切った。ここで高橋が2番手上がりました。3番手交代篠原、その後に松尾がいる。さあ松尾が3番手を狙ってブルーフラッグ、この1コーナーで松尾が3番手に上がりました。篠原4番手交代、そして佐々木2球出ていましたが、現在は5番手までとなっています。先頭は8番の若井智和、大外からのスタート、お見事でした。若井智和通り。では確定です。2連単86、3540円、2連複6と8の組み合わせ1150円、3連単867、45060円、101番人気
3連複6と7と8の組み合わせ4740円でした。